なんと超 TMI ではあるんですけども、私がピアスをねついに開けました。しかもひーちゃんと言ったんですけども、耳たぶはまあ開ける予定だったんですよね。そのどうしてもダンスの時とかにすごい重たいイヤリングだとすぐ取れちゃうのがすっごい痛くて、さすがにそろそろもうピアスは開けようって話になったので、ピアスはひーちゃんと開けに行ったんですけども、なんか私やっぱそれじゃ面白くないって思っちゃって、でもうんびちゃんがすごい8個開けてるんですよ。耳、右耳4個左耳4個開けてて、それを見てすっごいかっこいいなと思って、さすがに急に8個はちょっとあまりにもちょっとあれなんですけど、私もどっかなんか軟骨とか開けてみたいなと思って、私は耳たぶと軟骨を、右の軟骨を開けてきました。なんかめっちゃ痛いってみんなが言ってたんですよ。もう信じられないぐらいえぐいよって言ってたんですけど、そんなに痛くなかったんですよ。え、本当にこれ本当になんか泣くぐらいだと思ってたら、うっぐらいでした。そこの人が上手いのか分かんないけど、でもその後血とかも何もならずに、その産んだりとかも何もしてないので順調に穴が開いております